はい、こんにちは、堀川亮です。今回はですね、ドラゴンボールで共演している田中真由美さんのすごいところを熱く語りたいと思います。主に3つ挙げて言うとしたら、まず1つ目はもう何といっても類稀な集中力、そして遊び心で、2番目幅の広さ、レンジの広さ、はい、で3番目もちろん人間性ですね、はい、で最初のこの桁外れな集中力というのはですね、どういうことかというと、普通まあアニメを収録する時っていうのは、まあ、初見で全部初見なんですよ。絵も台本もその日もらうの大体で、初めて見る絵でしょ。でそこで初見でもう合わせていくわけで、チェックするわけです。チェックするために、はい、じゃあ一度見ますって言って見るわけね。で前半ロールを見て、30分番組だとしたら前半ロール10何分か見て、まあ大体本編が全部合わせて22、3分、まあ均等に2つに分けてるわけじゃないけど、キレのいいところで、まあ、大体だから10分前後なわけですよ。で最初1回見るでしょ。前半ロールを見ました、 CM も予告も全部抜いたやつで、次続けて後半ロールを見るんですよ。でその見てる段階で全部チェックするわけ、ブレスの位置とか全部チェックして、はい、じゃあテスト行きますって言って、前半ロールのもテスト入っちゃうわけだって。前半ロール見て後半ロール見たらさ、もう前半ロールのことは忘れてるじゃん。普通は忘れてると思う。いきなりテストやるんだよ。で次も本番やるんですよ。でそこもまあ我々そうなんだけど、すごい集中力、当然ね俺も含めてそうなんだけれど、でも言っても一つの役さ、俺なんか要するに持ち役は一つね、他の役ってないわけで、違う役っていうのもあるかもしれないけれど、一緒に翻訳、例えばクリリンが出てますと、でヤジロベイが出てますと、同録するんだよあの人。一役でさえ大変なんだよ、うん、だって気持ちをチェンジしないと、役をチェンジするってことは気持ちを変えていかないと絶対無理なんだよ。まあ俺は無理、まあ、まず一つの作品に自分の役があって他の役をやるっていうことはほぼほぼないけれど、どうしてもと仮に言われたら別撮りしてもらう、どうしてもやんなきゃいけないとしたらね、うん、でもあの方は同時にやってしまう。二役チェックして、とてもじゃないけど俺はできないよ、うん、でもそれができてしまって、しかも自由にまさに遊びながら演ずることを遊んでるというのかな、うん、アドリブを適度に入れながら、これはすごいね。その集中力と切り替えの速さと、あれはちょっとできないと思う、うん、まずそこが1点目ね。で2つ目としては幅が広い、舞台もやるし当然歌うし、でなんだっけな、桜大戦の歌謡ショーとかやってんじゃない。でご自身も自分の劇団を持ってるね、オッペレッタだったかな、うん、だったと思う。でそこでまあコメディタイプのものが多いけれど、当然舞台としての演技もやるし、歌も歌うし、実践してるのね。で俺は特に若い人たちに、その声優をやりたいという人たちに特に言うんですけれど、で基本は全部芝居だから、うん、全部できるようにしないとダメよ。俺は声優をやりたい、私は声優になりたいから声の仕事しかやらない、そこしかやらないっていうと非常に幅の狭い表現になってしまうんで、マイク前でただ喋る、例えば座ってマイク前でナレーションをやる、あるいは立ってアニメに吹き替える、外画をやる、それだけしかやってないと非常に幅が狭い、うん、でやっぱり説得力のある表現になってないんだよね、うん、幅が広いっていうのは、まあ今みたいに舞台をやる、歌も歌う、ステージもやる、いろんな MC もやる、ナレーションもやる、ありとあらゆることを、例えば真由美さんはねやってる。でそれどうしてやる必要があるのかというと、それは全てのそういうステージであったり、いろんなそういう経験が全部声の仕事に返ってきた時にとっても役に立つ、有意義に、うん、表現が豊富になる、
豊かになる。だって声っていう一つの表現方法、声でしかないわけでしょ。でもいろんな要素が入ってきて、認知した上での、そうすると例えば絵がなかったとしても、その絵がまざまざと浮かぶ、聞いてる人に CD ドラマであったとしても、そういう絵を彷彿とさせるような表現になる。それをちゃんとやってるということね。全てのほぼほぼ全部やってるんじゃないかな、田中真弓さんは。はい、そこはやっぱりすごいよ。で、3つ目、人間性。これはもう皆さん分かってると思うけれど、ね、あの朗らかな顔見てよ、優しい人柄だなってことはもう皆さん何も彼女喋んなくても出てにじみ出てきてるでしょと思うんですよ。でもちろんそれはもうみんなが感じた通りだと思うんだけれど、で、まあ個人的にね、僕がちょっとこれやられたなと思ったことがあって、それは僕が還暦を迎えた時です。で、俺はどっちかというとスルーしたいんで、あんまり言いたくないんで、一つ一つ年を取ってきてそうなったから当たり前なことだと思ってんだけど、でも、まあ収録がありました。誕生日の日じゃないですよ。で、僕はもう還暦迎えたってことはスタッフたちは、まあ、ある程度みんな分かってる。あ、今日なんかりょうさん還暦を迎えられたそうですとかって言っても、いいよスルーしてくれよって思うんだけれど、で、その時にまみちゃんがある T シャツを着てたんです。で、まあ、背中に書かれてあるんだけどね、枯れ木も山のにぎわいって言葉知ってるよね。枯れ木も山のにぎわい、花のにぎわいでもいいけれど、要するに大したもんじゃないけれど、ないよりもあった方がいいや。で、普通は枯れ木も山のにぎわいなんだけど、彼女の T シャツ最初気づかなかったんだけど、パッと見たら還暦も山のにぎわいって書いて、還暦も山のにぎわいってどういうことなんだよ。で、何も言わないんだけれど、りょうちゃんこれからなんだよって言われてるような気が俺はしました。その時になんかグッときたよね、俺は。ああ祝ってくれてるんだ。その時はね、そんなインパクトなかったんだけれど、後で還暦も山のにぎわい、あれは俺におめでとう、でもりょうちゃん人生これからなんだよっていうことを言ってくれてるような、彼女の優しさというか励ましというか、そういうのを僕個人的には感じましたね。本当にどうもありがとうございますまあこんなところで言うのも変ですけれど、ようチャンネル、田中真弓ちゃんのすごいところ、まずその1、驚愕すべき集中力、そして表現を楽しむ、そして2つ目としては、幅レンジの広さ、ある程度全てのことをやってる。で、3つ、人間性、彼女の優しさということでしょうか。ベジータとして田中真弓さんに熱いメッセージを送りたいと思います。田中真弓、貴様いい女だということです。今日は田中真弓さんのすごいところについて話させていただきました。今日ね、今日見に来てくださってるんですよ。周りにオーディエンスというかギャラリーの方がいらっしゃいまして、その方にも楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに思っております。またいろんなことをやっていきたいと思います。今後ともよろしく。堀川亮でした。いいか貴様ら、高評価、チャンネル登録よろしく頼むぞ。せやかて王子、飽きまへんって、そんな頼み方してたら。